もう始まってる。始まった。始まった。はい、どうもこんにちは。こんにちは。この前ね、もっちゃんがくしゃみをしてたのね。だから、どうしたのって聞いたんだけど、そしたら、いや、すいません、私小麦アレルギーなんでって言われて、いや、アンパンマンじゃねえわ。それ俺のやつね、これ。わかるかな、これ。俺の今週の積分で話す最初の雑談でしょ。まあ、誰も分かってないよ。かぶってるからいいや、まあ、分かるでしょ。大丈夫、大丈夫です、ね。で、一応説明、まあ、そんなつまんない話しねえよ、俺。プライドあるわ、もっと。ということでですね、今回は何でしょう。あ、僕ですか。この前回の、おっちゃんとかんたろうさんがやってた動画の続きで、素数分の1を全部足したら、果たしてどうなのかっていうのをやっていこうかと思います。はい、それは、ね、杉山さんと田辺さんの対談形式か、まあ、そんなんで。いや、もう事前に話し合いました、はい、杉山さんが解説、僕が愛の手、はい、ボケで、結論知らないですよね。はい、で俺も知らないんで、ちゃんとここで真面目に勉強して聞きますんで、はい、果たして収束するのか発散するのか、うん、ご期待。はい、じゃあお願いします。はい、はい、お願いします。はい、すごい、こんな感じで始まるんだ。はい、真面目に聞くよ。じゃあどうしましょうね、たくみさん。僕も普通にクソ真面目に解説するんで。そう、あ、ボケ担当。はい、オッケーです。ボケなくていい、真面目に。はい、オッケー。わかりやすくするようなボケしますね。うん、そう、はい。じゃあ、やっていきますかね。うん、はい、というわけで、やりたい問題はこれです。はいはい、何ですか、今日は。素数分の1を、あら、そうじゃないかと。綺麗な字。綺麗な字ですね。ホワイトボード慣れしてますね、やっぱりすごい。はい、まあ P は何だか知らないですけど、101だか103だか知らないですが、まあこういうのを全部足したら、はい、いいね、一体いくつに、うん、いくつになるのっていう、はい、問題をやっていこうかと思います、うん、で、はい、今日は大体3ステップでやっていこうかなと思うんですが、まあまずね、あの4ステップよりも少ない。そう、少ない3ステップわずか3ステップで、うん、あの高校生の皆さん、ね、4ステップは高齢の視聴者わかんないんで。あ、そうなんだ。そうか、高齢の視聴者今学校でね配られてる問題集のね、一つですよ、4ステップ。俺は何とか知ったけど、超やりましたね、はい、それよりも少ない3ステップ で今日はやっておこうかと思います。いいなでもね、先に結論言っちゃう、うん、これの凄さ分かってほしいから。あ、はい、言っちゃう、言っちゃう。あの、全然入ってこないなんかすごい、なんか邪魔な雑音が入ってきて邪魔な雑音。いやいやいや、まだあの、つかみだから。そうね、そうそう、これからだから、ね、うん、実は、どっちだと思う、もっちゃん、収束発散。収束、まあ、まあそのイメージだよね、実際。だって確かにね、そうするとだって無限にじゃないけど、いくらでも広げられるから、ね、そうそう、相当出てこないんだもんね。そう、もうね、最後ら辺とかもね、全然。そう、発散です。あら、いい声。カンタロさんは、俺はまあ一応結論だけは聞いて。そうだね、まあ、でもイメージとしては収束ってイメージだよね。そうなんですが、実は発散します、うん、はい、プラスプラス、はい、いや、それはね、難しいところなんですけど、うん、まあとにかく発散します。で、これすごくて、さっきもっちゃん素数って何個あるって言ってたっけ。え、無限に。そう、うん、無限個あるっていうあの証明でもいけるんですけど、もし有限個だったら、これ絶対有限じゃないですか、全部足しても、うん、なんだけど、素数分の1足したら発散するってことは、もちろん無限個あるっていうことで、うん、こっちの証明の方が実はちょっとすごくて、うん、平方数って何個あります？平方数って何、2×2 みたいな。そう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 。え、無限にある。だよね、平方数は無限にあって、うん、まあ、1も平方数で、うん、2も平方数、2は平方数じゃない、2の2乗が平方数で、うん、ほい、これ全部足すといくつになりましたっけ、うん、もっちゃん。こんなのやったっけ本当に言ってんの？10分前やったじゃない。はい、10分前に、あの、撮影で一緒にやったことありますよ、数学の魔術師のドラマで ね、こいつね、はい、そう、だ、平方数は無限個あるのに、うん、足したらでも有限になっちゃうんですよ、うん、だから無限個あれば発散するわけじゃないんだけど、実は素数は無限個あってしかも発散するっていうのが分かります。すごいでしょ。もうね、雑な感覚としては、あ、平方数より結構ギュウギュウに詰まってるんだなって思いますね。平方数よりちょっと多いみたいなぐらいは実はあるんですよっていうのが分かったりします。すごいでしょ。あ、よかった、もちろんすごそうな顔してる、はいはい、じゃあ、まあこれはね、もっとすごくて語り出すと多分導入だけで10時間ぐらいかかるんで。そうなの。行きますか、今日は。行きますか、今日は。寿司食べないで、オールナイト帰るっていう。オールナイトね。やだ。じゃあね、早速、あの、正面の方に入っていこうかなと思います。うん、はい、で、3ステップで、最初の1個目と2個目は全然関係なさそうな話をします。
で、なるほど、最後に一気にボンってやってバンっていくみたいな感じの照明でね、そこは雑いこうかなと思います。はい、はい、自分は知らないので、どの手順でやるか。1個目、まずはゼータ関数について話します。すごいとこからスタートするな。しかもなんかね、サラリーマン予想でしょ。そうそう、サラリーマン。面白いのでスルーします。はい、ゼータの無限積。あ、そっちで証明をするす、ね、そう、こっちで証明をします。もう一気だったら我々の、はい、理解の範疇を超えてんじゃないの、うん、まあまあタイトルなんでね、まあまあ、短くギュッて詰めただけなの、ね、うん、ゼータ関数ってもっちゃん聞いたことあります？ありません。ありません。本当にありませんか？俺は名前だけ知ってます。あー、なるほどなるほど。まあこういうやつさっき確かに。サバラさんどうですか？はい、分からなかったです。あ、じゃあここでやっていきましょう。みんなが大好きね。ね。リーマン要素に関係してる。そうそう。ああ、リーマン要素に関係してるやつ。ネタバレ。まあさっきこれ考えたじゃないですか。これを6分の π2 乗だよっていうのがあったんですけど、うん、はい、これの2のところって変えたらどうなるのっていう疑問が、うん、まあね、人類生きてたら全員湧くと思うんですけど。俺、うん、知ってる。いくつですか？だから分数だったら出るんだよね。ああ、3って言おうと思ったのに。じゃあ4だったらいくつですか？4はね、90分の π 乗かな。あ、π 4乗か。そうです。すごい。さすがだ、俺だってドバラシンだもん。え？ドバラシンだもん。あ、そうか、そうか、そうか。っていうふうに、ここの数字を変えたら、まあ、いろいろ変わるんですよ。はい、で、じゃあ、これを一気に関数だと思って書いてしまおうっていうのが、ゼータ関数ってやつで、うん。よっ、よっ、よっ。ほい、ほい、ほい。こういうやつのことをゼータ関数っていうふうに言います。なるほど。でね、さっきサラリーマン予想どうのこうのって言ってましたけど、はい、実は言ってましたけど、まあ、リーマン予想っていうやつがあって、これすごく難しくて、はい、どれぐらい難しいかっていうと、解くだけで1億もらえるんですよね、っていう懸賞金がかかった問題で、まあ、詳しくはちょっと言い切れないですけど、まあ、そういう由緒正しい関数があったりしますと、はい、でまあ、なんか自然数ごとに1の何とか乗分の1、2の何とか乗分の1、3の何とか乗分の1、100の何とか乗分の1でこう全部足していったやつのことをゼータ関数っていうふうに言います、うん、思ったより簡単ですよね。そう、定義は簡単です。そうですね、うん、で、なんとこのゼータ関数っていうのがある形で書けるんですよ。その話に行く前にちょっと変な記号を使うので、あの、それの説明をしますね、うん、記号。え、その結論の形見て俺で読むのやんなっちゃってみそうそう、まあね、そう、よく言われるんですけどもっちゃんこれ知ってます？これシグマ。おお、そう、例えば K が1から5まで、左上が切り離されてる感じ。ああ、確かに。そう、そういう癖がねあるんです、うん、私。はい、これってなんかどういう意味だっけ？あれですね、 A の1、うん、A の1足す、うん、A の2で5まで。そう、あ、そこ上5なんで。はい、こんな風に、まあ、足すのをめんどくさいから省略して書いた記号がシグマ、うん、これなんでシグマって使うか知ってる？あ、うわ、カンタロウさん、じゃあ、 あれですよ、ギリシャ文字の S のサムの。そうです、そうです、正解でございます。そうです、割ってサムって言うんですよね、で、この S をギリシャ文字にするとシグマ。楽しそう、カンタロウさんが。で、これ足し算があったら、まあ、掛け算もやりたいじゃないですか。やりたい。やりたくない。なんでやりたい。やりたくないからって、はい、続き読みたくないんじゃん。で、これをこんな記号で書きます。ビヨン、浸透圧だ。浸透圧。それ理系しか分かんないって言ってんじゃねえ。これはあのみんな大好き、これ π の大文字なんですよね、これ。はい。じゃあ、プラダクション。そう、あるんですよ、神社じゃないですね。そう、神社じゃないです。神社はこれかな。鳥居だ。うん。はい。で、π、なんで π 使うか分かります？あ、俺知らねえ。あ、知らない。席は、プロダクトなんで。プロダクトの π だ。そう、この π。この P、はい、で π っていうのを使います。ああ、じゃあ余談で、はい、なぜさっき浸透圧と言ったかというとですね、はい、あの浸透圧の誰も言いないわ。ひどい聞いてますよ。あ、ファントホフ、ファントホフね、効果が出てくる、うん、あの機体だと PV イコールエナルティってありますよね、うん、これあれか、浸透圧でも成り立つんですけど、その時機体の P と区別するために P の代わりに π が使われるんですよね。だからまあこの P の理由と同じですね。へえ、はい、これでも知らなかった。ためになる。座っても良さそうだな。ダメ。座ってもらっても大丈夫です。そうなんです。ひたすら喋るんでね。うん、
こういうのもあるんですよ、うん、はい、すごいですね。気体と液体で同じような性質があるっていうね、気迫溶液と気体で、うん、はい、次行きましょう。はい、じゃあ次行きましょう、はい、結局立ってるんですが、はい、じゃあそれで行きましょう。じゃあまあ記号分かりましたね。パイ、まあ、掛け算、座ってねえわ座ってねえわ座ってねえわ掛け算の記号があるんですよ。で、なんとですね、7なんと、あ、ちなみに今日ここが一番難しいので、覚悟してみてください。なんとですよ、あ、これその前にこれシグマで書いておきましょうかね。シグマの、K が1から、これ全部足すんで、無限まで、K の S 乗分の1。はい。はい、こんな風になります。なんですが、実は、覚悟してよ。あ、怖い。定義通りに書くとこうなんですけど、なんと、あ、ちょっとかぶっちゃうかな。まず積です。はい。で、どういう積かっていうと、和の時は1、2、3、4、5ってやったんですけど、うん、今度積の時は素数について書きます。2のやつと3のやつと5のやつとっていうのをめっちゃ書けます。うん、で、その式が1、引く P の S 乗分の1分の1です。じゃーん、どうもっちゃんこれ。だからいつも俺これ形見てもうわけわかんないってなるんで、それ説明してたんだと。そう、それ説明しに来たんですよ、うん、なんでね、まず第一ステップでは、いやいや、まだ大丈夫まだ大丈夫、これが分かってたら、ま、そう、天才美少女すぎる、まだ、これが第一ステップというところに出てしまうこれもう3ステップ目じゃないのここがね、一番大変なんで、まあここだけ乗り切っちゃうかなと。これ、証明しないんですね。あ、これします、すごいね、うん、今日はそう、盛りだくさん、はい、あ、でも、そう、ここでね、数学あるあるですが、まあこれ証明するためになんかもう一個難しいやつ作って、で、それでやります。はいはい、ね、こんなものをね、唐突にね、考えるんですよね。数学ってね、なんか突然よくわかんないものを考えますよね。素数神社ね、素数神社、そう、素数神社で、うん、これ右にあるものを全部かけます、うん、何をかけるかっていうと、1たす P の S 乗分の1たす P の 2S 乗分の1たす、まあさっき似たやつ見ましたよね、うん、分の1のただのやつ、2のやつ、3のやつの点点点っていうのを全部かけるっていうのを考えてみましょう。はいはい。で、すると、まあネタバレすると、これはこっちとも等しいし、これはこっちとも等しいんですよ。なんでね、ちょっと待って、そのさ、はい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 、今まずその右下、はいはいはい、これと π の方ね、はい、1引く p の s 乗分の1でしょ。はい。で、それ全部かけるってことは、S に、1、2、3、4入れていくってことだよね。あ、P が2、3、5、7ってやっていく。で、で S は S はもう固定されてます。あ、2、まあ、じゃあ2とか3とか、うんうん、これ P って何でもいいってことですか。 P は、ね、どんどん素数をね、入れていくっていう。そうそうそう、2、3、5、かけ算しましょうっていう。あ、そう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 、7グラムで、それをね、そう、まさにね、はい、書こうと思ってたんですよ、今。こっち側も、そうそう、あ、こっちも、こっちも7グラムでちょっと書いてる。7まで書くの結構大変。じゃあちょっとね、ここにどんどんスターアップしてくな。だって怒ってない。1引く2の S 乗分の1分の1かける、これ、あ、まあいいです、もういいらしいですよ。あ、もういいのか、意外にもかける点で、はい、ね、そう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 、はい、そうそう、あ、まあここでね、やろうと思ったんですけど、うん、はい。で、まあお気づきかと思うんですけど、はい、S 書くのがめんどくさいと。やだな。ので、そうそうそう、ちょっと S は一旦透明になってもらうことにして、後で復活させます、はい、まあどうせあってもなくても証明書なんで、なんでちょっと S サボりますけど、うん、まあ、あんまり気にしないでください。で、まあ、S がまあ仮に書くのをやめるか、まあ、1って書いてもいいんですけど、うん、それとまあ P 分の1とか P の2乗分の1とかなりますよね、うん、で、これをさっきやったここのみたいに書くと、1たす2分の1たす2の2乗分の1たす、本当は S ついてるんですよ、うん、かける、下に行こうかな。どうぞどうぞ。1たす3分の1たす、これこいつもちょっと言いたいもの、あれ、これってオイラが証明した、あ、そうか、無限にある話のやつね。はいはいはい、と。で、これがすごい続いていくと、うん、っていう感じになります、うん、で、さてさてさて、まあこれ無限個かけたらどうなるかっていうのを見ていくんですけど、うん、それは、まあ、そう、もうたね、大変なことになるんだけどなるんですが、まあちょっと、まあ、庶民的に上から1個ずつかけてってどうなるかっていうのを見ていこうかなと。なるほど、
楽しみだでしょ。じゃあまずはこの2個をかけてみましょう。で無限があるけど、まああまり細かいことはちょっと気にしないことにして、イコール、まあこの部分いきますよ。まずこれかけるこれなんで、この1が全部にかかってくるやつっていうのが出てきますよね。なんでまあ当たり前だけど、1たす3分の1たす3の2乗分の1たす点点点っていうのが出てきます。で次にこいつ、これかけるこれ全部っていうのが出てくるんで、それ書いてやると2分の1足す2かけ3分の1足す2かけ3の2乗分の1足す点点点点というのが出てきます。で次想像ついてるかもしれないですが、2の2乗分の1がこれ全部かかったやつが出てくるんで、よいしょ、字ちっちゃいかな、見てるといいな。なんかね、分母にいろんな数がね並んでますね。そうそう、本当にいろんな数がね並びます。はい、はい、でこれがなんかこうすごい縦にも横にも続いてて、であとは5分の1とかのやつがまだね、本当は本当はいろいろあるよっていう感じになっております。でじゃあ、まあ、この括弧の中身を一個一個見ていきましょうか。まあ最初は1で3分の1で9分の1点点点いきますよね。2行目が2分の16分の1、これはなんだ ?18 分の1、うん、3行目が4分の1、12分の1、36分の1って出てきます。これ分母にある特徴があるんですけど、気づく人。はい。はい、もっちゃん。あれです。あれなんですよ。そう。3かけてる。3かけてる、そう。3かけてる。何に?分母に。そうだね。最初は何から始まってますか？最初は何から始まってますか？これとかこれとか2だけのやつから始まって、で3がこう加わっていくんですよね。なんでここに出てくる分母って素因数分解したら、そう素因数分解したら素因数が2と3だけのやつが出てきます、まあ当たり前だけど2分の1系と3分の1系しかない、で逆に素因数が2と3だけのやつってこの中に全部出てくるんですよね、それはいつか2の5乗かけ3の5乗あったら多分ここら辺とかに出てくるので、分母がそれで全部やればいいし、1からちゃんと漏れなく順番に全部、はい、自然性があるとですよ。展開はね、全パターンなんでね、言われちゃった、はい、分母は2の A 乗、まあ、さっきもっちゃんとやってたみたいなやつですけどの形、この形しか出てこないし、この形の全部出てくるというのが分かります。今言われちゃったけど、じゃあこれに5分の1をかけたやつもちょっとやってみましょう。はい、すると入るかな、ちょっとここにも書いておこうかな、かける1たす5分の1たす5の2乗分の1たす点点点で7のやつ点点点とこうついていくわけですけど、これ一個一個がこの5分の1系列にダーってかかっていくんですよね。なのでまずこの位置には1たす5分の1たす5の2乗分の1たす点点点があって、この位置にはたす3分の1かけ3かけ5分の1かけ3かけ5の2乗分の1かけ点点点で、またこれがかかったやつがここら辺に来て、で次これがかかったやつが2分の1たす、あ、これ途中でやめますよ、安心してください。最後までやるんじゃないですか。ああ、最後までやりましょうか。死んじゃうな、みんな。で、ここは 2×3× にこれがかかるんで、はい、足す 2×3 分の1プラ 2×3×5 分の1プラ 2×3×5 の2乗分の1プラ、点々点というのがもうたくさん出てきて、すごい。7のやつ、11のやつ、点々点というふうになります。大丈夫そうですね、今のところもうよかった、結構顔が生きてます、うん、生きてる、スマホもいじってない、素晴らしい、うん、持ち込み禁止してる、一応分母見とくと5分の1、25分の1、分母だけでいいか、3、15、45で2、10、50、6、30、150とまあバーって出てくるんですけど、今度は分母が45じゃないかも、45じゃないかも、本当だ75ですね、ありがとうございます、はい、分母は今度2の A 乗かけ3の B 乗かけ5
5の B、あ、C か。5の C 状の形が全部出てきます。で、これ7もやれば、7の D 状のやつまで全部出てくるし、11もやれば11までのやつも全部出てくるんで、うん、これで結局、自然数分の1っていうのが全部出てきます。うん、なぜなら、どんな自然数も素因数分解できるんで、うん、で、それがのやつが来るまでこう待ってれば、いつかも出てきますよね。うんうん、あと残りのやつは全部1とかにしとけば、それかき1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 ってやつが最後まで残るんで、うん、まあ結局、そんな感じで。そんな感じ。今のところついてってます。いや、いいじゃないですか、ここまで。うん、よかった。ね、ここが一番大変だから。もともとの式にはね、素数って入ってなかったんで、素数が。ゴールがよくわかってないから、ただ聞いてるんですよ。でもね、これは、この式がこう書けるというところが今わかれば大丈夫なので。ゴールはまあ一旦忘れてもらっても、そうか、S 忘れてた。ああ、そうかそうかそうか、そういうことね。はい、というわけでこれが分かりました。はい。これね。こっちがゼータ関数のやつで、こっちがなんか今やったやつなんですけど、本気に本当は S がついてなきゃいけないですね。ここ S S、はい、S 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 で、あとなんかすごいたくさんの S をバーって書いたら結局全部同じ感じ。なります。ここも SSSSSSS ってやれば OK なんで、よいしょ、 SSS と、はい、はい、こんな感じでまずこれとこれが等しいのが示されました、うん、素晴らしい。であとはこれとなんかもう一個積のやつありましたよね、それが等しいっていうのを見てやれば OK です。最初のねステップ1の最初の赤く囲われてた部分があとちょっとで、あとちょっとでいきますよ。はい。で、まあ、ちょっと結論の式もう一回書いてもいいんですけど、これは短いんで、いっちゃいましょう。突然ですが、こんなものを、まあ、さっき似たことやりますけどね、はい、塵も積もれば、で、R がまあそんな大きくないときって、これいくつになります？もちろんわかる？ R がそんなに大きくない、1より。そうそうそう、これ。さっき2の時にこれやりましたね、1たす2たす4たすって。で、まあ、あの時はあの時でやったけど、まあ、頑張ったらこういう風になるっていうのが分かります。これはあの公比数列の和の公式やって極限ボンって吹っ飛ばせば出てくるんで、公比数列の和の公式、そうそうですね、難しいです、素晴らしい。いやね、わざと間違えたんですよ、コメントなんでね。そうそうそう、これだけでまたつまんないんでね、やっぱあるんですよ、言い間違いがね、はい、ね、はいはい、というわけで、まあ、これがあります。で、今 S ってまあなんかとりあえず1以上とか、まあ大きなやつ考えてるんで、うん、P 分の1ってまあ1よりちっちゃいですよね、うん、なんで同じ式なんですが書いてやると、あ、でもどんどん混乱してきた。大丈夫大丈夫、これ一旦ね、もう全部忘れても大丈夫、ここだけを見てれば今、ふう、知識今全部落として、ここだけここだけ、そう、過去のことはね忘れて、忘れて最後全部復習するんで、ほい。で、これ全部足すとどうなるかっていうと、まあ、P 分の1は、まあ、1よりちっちゃいです、当然。2分の1とか3分の1なんで。で、これ、代入してやると、R のところに P 分の1入れてやれば OK なんで、うん、さっきの謎のやつになりますよね。うんうん、R がここに入る、P 分の1がここに入る。うん、いうわけで、何が分かったかというと、でそのままでくっつくかね。あ、確かにこのままでくっつけちゃえばいいか。そう。はい。この部分、まあ、ちょっと今 S 一回忘れることにすると、この部分がこれなんですよね。だから括弧の中身を書き換えてやって、P を素数にしてやると、括弧書き換えると。1-P 分の1分の1っていうのが出てきます。で、無視してた S をここに復活させるとこんな感じ、うん、はい。で、はい、これでステップ1完了なんですが、最初に示したいって言ってたのがこれがゼータ S なんですけど、こいつとこいつが等しいってことを示したかったんですよね、うんうん、
あの動画見てくれてる人は5分10分巻き戻してください。そうするとこれ書いてあるんで、そうですね。なんで、これとこれが等しいことを示したかったんだけど、はい、間にこいつを持ってきて、なんか素因数分解がどうたらって言ってこっちと等しくて、うん、無限和の公式でこっちと等しくてっていうのが分かりました。で、全くね素数って言葉がなかったのにこっちだと素数の言葉が出てくると、うん、それがポイントになります。はい、これがね面白いところなんですよ。面白いところですね。素数の話関係なく見えますよね最初は、うん、でもね自然数がどうでもない素因数ができるという性質から素数の積で表すことができると。そう、はい、そうなんですよ。でリーマン予想、さっき言ったリーマン予想が実は素数の分布と関わる問題だって言われてて、そういうのがこれがいつゼロになるかっていうのが実はリーマン予想なんだけど、それが分かることによってこっちがなんかノリ的にいつゼロになるかが分かるんで、うん、それで素数がどれくらい出てくるのっていうのに関連するらしいという小話でした、うん、はい。まあ、なんか素数が適当に並んでるんじゃないんだねっていうね、この全体関数がゼロになる場所でいるんだねという感覚です、うん、という感じ、はい、というわけで、まあ、第1のステップに関してはとりあえずよく分かんないけどこれとこれが等しいねっていう話をしました。はい、 OK。 まあ、あの後でまたこれ書きますが、なんか見覚えのある難しい式が出たなと思ってもらえばいいんで、じゃあ第2ステップへ行きましょう。これは、ね、はい、重い、ね、重い。いやでも俺のところ初めてこのつながりが分かった。一番重いのはきっと、うん、そう、一番重いところもう分かったんで、はいはい、あとはもう楽しいところだけですね。そう、あとは楽しい、はい、でもう一個重いんだよな、無限積。あんまり言うともうね、あ確かに、いや軽い軽いじゃん、泣いてるからダメだ、炎上しちゃう。無限積の収束性、なんならもう自分はこれ今日認めてからやるかなと思ってたぐらい、まあ別にだから、うん、ここだけ信じてもらえるみんな、みんな取り落ち込まれていっちゃう。はい、というわけで、はい、無限積が収束するかどうかっていう話をしようかなと思います。でもまあまあ、あのタイトルはいつもの通りキュッて縮めたから難しくなってますが、ちょっとこんなやつを考えてみましょう。もっちゃんが大好きな、あ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 、いくつだもっちゃんさん。ほんとだよ。めっちゃ面白かったじゃん。なんかアルファベット一文字3回ぐらい授業させられて、 ABCD、最初にやった授業は何でしょう、カンタロウさんが。悲しくなってくる。 ABCD。 わ、すごい、いいですね、これは。もう言いながらね、メイピアスのね、メイピアスになりましたね、はい。まあなんか面白いのが、まあ、いいかどうかは別に今日はどうでもよくて、うん、こいつが収束するんですよね、うん。でどういう系の極限になってるかっていうと、1よりちょっとでかいやつをすげえ無限個かけたら、うん、まあ無限にはいかずに有限でとどまったっていう話なんですけど、例えばじゃあこんなんはどうですか、ね、いくつよりちっちゃいだっけ、いくつよりちっちゃいだっけ、いくつより小さい、いいわ、いいがいくつより小さいか、目が死んでるな、目が2よりは大きいんだよな。ちゃんと証明したじゃないし、だから2の次だから3。そう、3よりちっちゃい、さすがだな、それってちゃんと 2.7 ぐらいだしね。私の頭の中では知識がね、この虫食い状態。まあまあね、ともかくこれ有限になるっていうのが分かればいいんですよ、はい。でちょっと理系の視聴者の人とかは考えてみてほしいんですが、おこれとかもう一個、例えば逆に2乗して、なるほど、これとかで、いくつになると思います？じゃあ、理系代表相良幸津さん、はい、めっちゃいい声、めっちゃいい声。上と下、はい、どっちか好きな方、どっちでもいいですけど、私は下で、下、下いくつですか、はい、下ですね、下ですよね、うん、下なんですよ、残念なことに。あー、これも、私は、ごめんなさい、いい、いい、あー、惜しいなー。カンタロウさん、わかります？下は E の2乗、 E の2乗でもないですね、 A の2乗じゃねえか、下で E、N、感覚的にはどうですか、感覚的には。下は N の2分の1乗にしたいから、5の2分の1乗にするから E の4乗。惜しい、くない、惜しくない。いきますね、一番上はちょっとでかいやつ、1よりちょっとでかいやつをすげえたくさんかけて有限に収まった、ね、ああ、一番下がルート E？ いや、違います、それはこうとかだったらルートいいかな、多分。あ、そうか、そうか、うん、そうなんですけど、2分の1乗になるから、はい。
で、これが有限に収まったのは1よりちょっとでかい分とかけてる回数がバランス取れてるから収まるんですよ。下発散か。そう、ああ上が発散かな。こっちのがでかいんです。そう、これは。そう、これは1よりちょっとでかいやつを、そうそうそう、たくさんかけるんですけど、ちょっとでかすぎるんで。もうダメだ、私。ここでなんか授業数学についていけない人の気持ちが分かった。まあだから1たすちょっとの数。ちょっとがでかい。無限大だとなんかまあ落ち着いてくれる。無限にいかない。そうそう。でもこれよりもこれ大きいんだよね。分母がちっちゃいからでかい。そうそう、だから1たすさっきよりちょっと大きい数でやっちゃうと、ああもう一気にもうダメです、ダメです、収まりませんと有限に、うん、で下の方だとこれ今度ちっちゃすぎて、ちっちゃすぎてちっちゃすぎて1から変わらないっていう風になります。あそこ1、あそこ1ってなるほど、あそこ、まあ証明は例えば、あ感覚的には分かる、うん、うん、ここを2乗して n の n 乗して n 乗するからこれのn 分の1乗とかっていうのを取ると、カッコの赤カッコの中身はこれ n 2乗が無限に進むんで e になって、ここが0になるんで e の0乗で1とか、まあこれ逆のことやれば e の無限乗で無限っていうふうになります。で何が言いたかったで言うと、あの細かいことはどうでもいいんですけど、この肩に乗ってるやつと1よりちょっと大きい分のバランスが取れてると収束するし、このでかいやつがでかすぎるとすっ飛んでっちゃうし、ちっちゃすぎるとまあ1から何も変わらんっていう、だからこのバランスがすごい大事なんだよっていうのがあります、はい、だからこれが有限に行くのは n 分の1 n 個あったら全部足したら1でちょうどバランス取れてるからどっかに行くけど、これルート n 分の1が n 個を足したら結構でっかくなっちゃうんで上すっ飛ぶし、これは n 2乗分の1を n 個足しても n 分の1とかにしかならないんでどこにも行かないっていう、ちょっとこの感覚を覚えておいてください、はい、でこれが実はちょっと形は違うんですが、一般的にこんなことが知られています。実はちょっと今と似たパターンで、今日はあれだな、 K を使ってるから、まあなんか正の AK っていうのがありました、うん、でこれはちっちゃいって想定してください。で1たす AK っていう1よりちょっとちっちゃいやつ、あ1よりちょっと大きいやつを K が1から無限までかけます。すると 1. 点いくつかける 1. 点いくつかける 1. 点いくつかける 1. 点いくつってなるんで、まあ無限に突っ飛んでいくかもしれないし、いい感じのさっきの E みたいなところで止まるかもしれないし、わかんない、そう1になっちゃうかも、うん、まあ今は大きいんで1よりは大きくなるんですけど、うん、でこれがああ別に流氷しないのか、そう収束するっていうのは実はある条件で書けるんですよ。これが収束するのと同じ条件なのが、なんと実はこの部分が収束するっていうのと同じっていうのがあるんですよね。あ、もっちゃん正座しちゃった。椅子に座んと正座何が違う？正座の方が疲れそうだけど、うん、映ってないですが、はい、正座してます。はい。で、これは、さっきの感覚とちょっと似てて、要は1たす n 分の1の n 乗、これは e に行ったわけですよね。うん、収束したのはこれ n 分の1っていうのを、まあ、無限個かけてないで n 個ですけど、 n 個足すとまあ有限のところに行くんで、まあ、有限のところに止まったけど、ルートがつくとルート n 分の1って n 個足すとルート n になるのかな、なんでこれは無限にすっ飛んでいっちゃうから無限にすっ飛んでいくっていう、結局このプラス分が肩とどうバランスしてるかっていう話だったんですけど、1足すなんとかみたいな形のものを無限個かける場合は、1よりでっかいやつをかけすぎると当然まあ、無限に行くわけじゃないですか、うん、まあ、毎回全部2だったら 2×2×2 で無限に行くけど、でもその1プラスちょっと分が実は普通に足したら収束するぐらいの範囲だったらこっちも収束するし、逆にこっちが発散したらこっちが発散するっていうことが分かります、うん、なんとなく感覚的には大丈夫ですか。あ、これ証明はもしみんなの体力があれば最後にチラッとしますが、一旦ここは信じてほしい。ああ、のっちゃんが首振ってるけど、はい、感覚の話でね。そう、感覚の話でね。もう数学的な頭が退化してるけど、まあでもまあ、から、はい、ともかく1よりちょっと大きいやつをたくさんかけたら元で発散するときも収束するときもあって、それ判定するのはめんどくさいんですよね、かけてるから難しい、うん、けど実はその1との差分が積み重なったときに発散するのかどうかっていうので全てが決まってるよっていうのがあります、う
で、もう一パターン、もう一パターンありまして、今度はね、ここをね、引くにします。引く。で、1よりちょっとちっちゃいやつをいっぱいかけたら、今度は0に行くかどうかっていうのが、あの問題の必ず0に行くとは限らない。とは限らないですね。だってそれは、ちょっとタイム違うけど、これは E のマイナス1乗に行くんで。で、これ1下回れると困るんで、ここマイナスになっちゃうから。まあ、こういう条件にしときましょう。これが、で、収束はするんですよね。どうせ0になるか、0にならないで途中で止まるかなんで。うん、なんで、ここが0になる。0に、あ、消さなくてもよかったな。収束する。っていうのと同じで、こっちが発散するっていうのが、今度同値になります。もう何もわからない。あ、説明しますね。はい、ちょっともうダメ。私、もう分からない。OK、OK。じゃあ、もっちゃんはここまでということで。はい。キャリアの編集してみよう。脱落します。はい。よく考えたら、毎日通学を解いてカートルさんがやっとついていくのに、私がついていけるわけなかった。じゃあ、もっちゃんまたね。お疲れ様です。皆さん、頑張ってください。じゃあ、後半戦に。後半戦に、じゃあ、行きましょうか。はい。視聴者の方はどれぐらい今ついてきてるでしょうか。ああ、半分ぐらい来てるといいな。はい、じゃあ続きいきましょう。でもね、ここがもう最後の辛いところなんで、これ、はい、例えば毎回2分の1かけてたらそれは0に行くじゃないですか、はい、2分の1の無限乗って0、うん、っていうのは1から減らしすぎてるやつをかけまくってるから0に行っちゃうんですよね、うん、あっていうのは結局大きいやつを引き続けると0に行っちゃうっていう話なんで、うん、それがちょうどこの引いてるやつ全部が無限に発散するっていうのとこいつがゼロに行くっていうのが同じタイミングだよっていうのがこれの言ってることです。はい、そんな感じ、うん、そんな感じ。証明はしないんで、はい、感覚だけで分かってくれるんです、はい、で逆にこれが有限で収まるようなおとなしいやつだったらこれは実はゼロに行く前に止まってで、まあ、0.3 か 0.2 か知らないけどそこら辺で落ち着くというのが知られてます。なんでこれだけ押さえておきましょう、はい、じゃあ最後いよいよ発散することに行きましょうか。いよいよですよ。いよいよですよ。ステップのステップ3。いよいよですよ。はい。はい。照明。じゃあちょっと今までやってきたことを思い出しましょう。はい。まあ書くだけなんですけど、ゼータ S っていうのが、K が1から無限大までの K の S 乗分の1と。はい。で、これが何かに等しいんでしたよね。それがなんか変な式で素数全部にわたってかけることのこれでした、うん、はい、これが1個目で2個目でやったのは K が1から無限までの 1-AK が0というのと K が1から無限までの AK の和が無限大に発散するよっていうのが同値でした、うん、はい、まあ、細かいことだけ書いておくとはい、こんなんです、はい、で、もう一個だけ新たな事実を登場させましょう。ゼータ1代入します、これに、はい、で、これあれが超級数、そう、超和級数ですね。先ほどやりました。さっきやりました。はい、1分の1足す、2分の1足す、3分の1足す、4分の1足す、5分の1足す。これは収束発散でいうと発散ですね。発散しますね。はい。はい、というわけでここは無限なんですよ。うん、なんですが、まあ、ちょっと発散してるんであんまり安易にイコールやったら本当は怖い人には怒られるんですけど、まあ、優しい人しかいないんで。そうですね。はい、それでいきましょう。はい、の、1-P の、あ、S 言わないのか。これ分の1分の1。で、これ無限に行くってことですよね。うん、で、ちょっと汚いな。これちょっと式真面目に整理してあげると、青にしよう。ほい。1-2分の1分の1×、1-3分の1分の1×ってやつじゃないですか。うん、で、分数の掛け算って分母と分子そのまま。かけますよね。なんで、分母がこんなやつ、3分の1分の1、はい、まあですよね。なんで
さっきの π の記号を使ってやると、ごめんなさいね、たくみさん。いや、大丈夫です。背中柔らかいんで。よかった。はい、僕ね、硬いんですよ。あ、硬いんですね。はい、すごい、初対面のコミュ障みたいな。はい、はい。まあ、これこうなりますよね。まあ、あの文母をかけたやつと文章をかけたやつに割らしますよっていう話。うん、はい、OK ですか、勘太郎さん。これ要するに、調和級数が発散するから、素数と逆数のはもう発散するそういうこと、そういうこと、土地を全部ストアして、そういうことです、見えちゃってますね、もうね、見えてる人いますね。はい、 P 素数って書くのめんどくさいんでちょっとやめておきます。 1-P 分の1分の1と、はい、はい、で、こいつが無限なんだから、こいつが無限なんだから、こいつが無限なんですけど、ってことは分母っていくつですか？分母素数、分母、これが発散するってことは分母っていくつになります？全体でです。これがどんな値？ゼロ。ゼロですよね。ゼロ、はい、分の1だから無限になるんですよ。ゼ、う、ロ、ん。で、1引く何とかをかけてゼロってことはどういうことでしたっけ？あ、そう、これ。うん、1引く何とかをすげえかけたらゼロになるのは、何とかの部分を全部足したら無限になるときでしたよね。なんで、ここがゼロだよっていうことから、p 分の1を全部足したら、無限大っていう言葉分かります。イエイ、拍手。うわー、おー、いやー、もっちゃんあと一歩だったんだけどな。いや、もっちゃん、辛そうだった。ステップ2ぐらいかと。あ、収束性という話は確かにね、確かに言葉がね、めんどくさいですからね。はい、はい、というわけで、俺人に俺がじゃあ向き合えれって言われたらちょっとすごい勉強したけどね。いやー、これは楽しかったですね。うん、よかった、はい、ありがとうございました。はい、皆さん、はい、どうでしたか？本当に辛かった。はい、ありがとうございます。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。じゃあ、すいません、ありがとうございました。分かんなかったです。じゃあ、もうノーカットで出しますんで。バイバイ。